いかがお過ごしでしょうか。今日開封する商品はこちらでございます。ジッジー、ストレッチーズズータントでございます。今日はこちらを開封します。ストレッチーズズータントですよ。ズータント集めましょう。全部で16種類だよ。暗闇で光るやつもいるよ。ブックレットついてるよ。伸びます。ストレッチーズズータントとなっております。それでは開封、ブキブキ。それではブックレットから 3,2,1 ギュー。うお、イーグレオン、かっこいい。これはちょっと男の子好きそうな。ライオンとイーグルだね。おお、かっこいい。武器、ほら、かっこいいじゃない。進化ボタン、ライオンプラスワシ。進化能力、大きな遠吠え、空からの急降下。ライオンが急降下してくるってやばいね。イーグレオン、イーグレオンは陸の最強ハンターであるライオンと空の最強ハンターであるワシの血を受け継ぎ進化した。空から敵を見つけると大きな雄たけびで空気を振動させながら急降下し敵を捕まえる。これまた最強の組み合わせっすね。この百獣のライオンとこの空最強のハンターが掛け合わさって、イーグレオン武器。大空を飛んでいた強大なイーグレオンが地上にいる獲物を見つけた。イーグレオンは考えるめがけて急降下していく。俺様のこの鋭い爪でお前を捕まえてこの際で息の根を止めてやる。考えるピンチ。イーグレオンの接近に気がついた考えるはすぐにジャンプの体勢を取った。僕は素早く遠くへ飛べるんだ。そんなに簡単には捕まらないよ。考えるやべえぞ、こりゃ捕まるぞ。素早いジャンプで逃げ回る考えるをイーグレオンは何度も急上昇と急降下を繰り返して追いかけた。何度も挑戦してるじゃんイーグレオン、やるな考える。武器ラインナップはこのようになっております。いろんな種類がいますね。それではイーグレオンの登場です。 3,2,1 ギュー。おお、このもう後ろ姿からかっこいいじゃん。もう見てこのデデンデデン、おお、こらもうこの後ろ姿からかっこいいよ。オレンジ色ですね。それでは振り返るよ。キラ、イーグレオンです。パカ、わお、あれ、ちょっと待って、この顔どっかで見たな。これストレッチーズミュータントの時こんな顔のやついなかったっけ。この顔じゃね、これ。え、イーグルになっちゃったの。でもまあかっこいいことには変わりませんけど。で、羽にね、砂は入った感じじゃないですね。で、この胴体だけにこの砂が入ってますね。伸ばします。ドゥビーン、イーグレオン。あら、別の鳥になっちゃった。これ弱そうな鳥だな。これなんだ、これ弱そうな鳥になっちゃったぞ。カーみたいな、あれ、なんかあんなにかっこよかったのに、なんかすごい情けない鳥になっちゃったな、これ。どういうことこれ。あららら、らこうね、広げて、横に広げていったらばこんな感じですよ。こうなんか丸みを帯びたら急に情けないな。ムクッとしちゃったね、随分ね。やっぱさっきのこの精悍な感じの方がかっこいいな。それでは今日はこの辺にしたいと思います。高評価、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。